それでは、まあ、始まったところなんですけれども、山田圭司先生に今日のスタイルの方法であるとか、そういうことについて少しお話をいただきながらカットをしていただきたいと思います。山田先生、少しだけお願いいたします。なんでこれかけるんですか。楽しくもらいたいと思います。まあ自分これだけやってると何をしてるのか、でも時代が怖いです。いつも自分はサンワークの中で年齢に対して10歳前後ぐらいのお客さんになるべきものが非常に怖いと思います。体は衰えるのに技術力と美容師さんはたくさんいるんですが、デザイナーで知りたいですね。デザイナーで知るということはアーティストとしてそれだけの価値観があるだろうと思うんですが、まあ非常に作ってることは楽しいですね。でもコンテストはお客様が毎日来てくださっていることに関して、毎日がお客様が審査員なんです。それを忘れてしまうんです。皆さん毎日営業でコンクールしているのと同じなんです。それを痛感するなら洗礼を浴びるのは当たり前だと思います。年齢に関係のないことだと僕は思います。お客様を毎日コンクールでお客様がジャッジをしていることに関して気づいてもらいたいと思います。だから怖いのです。だから手続けるのです。今ケンジグループの代表である高橋さんですと言います。その方は65くらいになるんですが、いまだに出てます。感動します。皆さんもよかったら見るのとやるのと仕上げるのでは全然違うのです。営業ではいつもお客様がジャッジをしていることを忘れないようにしてください。そのための手段として僕はコンクールに出ています。